イトル決まってないので、見ていただいた方が公式ツイッターを見て投票するという去年と昨年と同じシステムを導入してますので、またよろしかったらぜひ公式ツイッターの方もチェックしてみてください。それでは4分間のつなぎの世界をお楽しみください。毎年聞いてるけど、はいはい、しゃべるの疲れない？しゃべるの？ああ、僕ですか、はい、僕そんなに、ただめちゃくちゃ緊張するんで吐きそうなんですよね、出番前ね。そうなんですよ。もう近くで来てると、ようしゃべるなと思って。すごいと聞き取れてます？うん、聞き取れてる。本当、あれ嬉しいです、ありがとうございます。ごめんなさいね。いや、千崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続きましては波崎さんです。どうぞ。はい、楽しんでくださいね。これはね、くじ引き演舞じゃないからね、自由だから楽しんでね。はい、はい、こんにちは、波桜です。先ほどくじ引き演舞も、当たらさせてもらいまして、今日合計4回も演舞させてもらうこととなりました。参加費上がるよ、参加費上がるよ。4回で踊らさせてもらって、今年の波桜祭りをテーマに波桜流の演舞を、披露させていただきますので、5000円手拍子よろしくお願いします。
黒き竜、赤き虎のお祭り騒ぎ。鈴の音が祭りの始まりを告げる。祭り、それは見る者すべてで魅了する。歌が、それはする者すべてが舞い上がる。敵対する気高き二頭が放つ己の正義の色、一つなるとき織りなすもの。後半戦、爪を研いだ竜か、牙を研いだ虎か、勝利を手にするのださあ、導こうか。時こいつ同士祭り、彼らが踊れば伝わるだろう。咲かせる可能性を湧き立ってほしい。会場を送ります。俺らの心おっと見よ、これが俺らの生き様だ。脳内あふれアドレナリン。色は違えど、掲げた誇り勇ましく、君への思いに笑顔のつぼみが芽吹き出す。今宵の敵に分かれつけ、友と共に描く場所、互いの信念貫き通し、なかなか行こう。今だけあのいただきよ。信じない、乗り越えろ。引っ張る目指し宿命。祭りの話、まだまだ進化は止まらない。涙がここにあり。直れ。で、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。波井桜さんの皆さんでした。これあともう一回あるんだね。くじ引き。